雲ですが、何かは、馬場沖ナによるナロー系ライトノベル。小説家になろうにて連載されたウェブ小説をもとに、2015年12月10日、角川のウェブ小説レーベル角川ブックスより、単行本化された。略称は、雲ですが、イラストは、輝き隆治が担当している。また、同月より、ヤングエースアップにて欠か,かし朝、広志の作画で、 ウェブコミック版も連載開始。2016年2月3日より、テレビ CM、公式 PV とラジオドラマが公開。2018年7月10日には、アニメ化企画が進行中であることが発表された。このライトノベルがすごい。2018年版で、単行本、ノベルズ部門、第2位。2021年8月時点で、 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は400万部を突破している。主人公である雲に転生した私とソフィア、ラースラを中心とする本編サイドとその未来の時間軸から始まる、春を中心とした人族サイドの視点が交互に入れ替わり、一見無関係に進行している二つの視点が、実は密接に関係していることが判明してゆく、という群像劇。 ウェブ版と書籍版の基本設定は同じだが、細かい差や展開の違いも存在する。コミカライズ版は書籍版に準拠しているが、一部を除き主人公視点のみで展開される。ちなみに、コミカライズ版は、輝き隆二のキャラクターデザインが再現できない、漫画表現には適さない、などの理由から、主人公をはじめ一部のキャラクターがデフォルメされた。 オリジナルデザインに変更されている。作者は執筆開始の1年前から小説家になろうの作品を読み始め、特に転生したらスライムだった剣の影響を強く受け、異世界転生の中でも魔物転生と呼ばれるジャンルに該当する本作の連載を開始した。作品構築にあたっては当時同サイトで流行していたお約束を意図的に外す定石外しを行っている。 また、コミカライズ担当者のかかしやさ、コートの対談の中で、ゲーム、モンスターハンターのファンであり、主人公の戦闘スタイルに影響を受けたとも、語っている。マキの進行につれ、ウェブ版から展開を軌道修正した結果、1巻では、全体の3分の1、2、3巻では半分以上が、過失修正されており、6巻以降は、全文書き下ろしとなっている。地球人の知らない、 スキルやステータスといったシステムに支配された異世界。そこでは常に勇者と魔王という旗頭を要する人族と魔族という二つの勢力が争いを続けていた。そんなある時勇者と魔王が放った魔法は世界の枠さえ飛び越えあまりある力は勇者と魔王自身を滅ぼしても止まることはなかった。その力の一部は次元の壁をも突き抜け日本の とある高校の教室で炸裂してしまう。そこにいた生徒と教師は全員死亡。しかし彼らの魂は勇者と魔王がいた世界に逆流し、そこで転生することになる。しかも全員が前世の記憶を持ったまま。ほとんどのものは人間に転生するが、人族でも魔族でもなく、本来なら知性を持たないはずの魔物に転生してしまった者も,も数人いた。 雲の魔物に転生してしまった私は世界最大の迷宮、エルローダイ迷宮で目覚める。当初は何もわからないまま、がむしゃらに外敵を倒しては食料を得るだけの生活に順応していく私だったが、とある迷宮探索者のパーティーに追われたことで、自ら作り上げた暗獣の巣、マイホームを打ち捨てて逃走する羽目になる。屈辱を胸に再起した。 私は大迷宮内部での数々の強敵たちとの戦いを経て力を伸ばしていく。しかし、その過程で世界の鍵を握る支配者スキルと近器を手に入れたことをきっかけに世界の裏側に潜む管理者の介入を受けその存在に気づく。やがて近器を介して世界の真実を知った私は生き残るために必要な力はこの世界の常識の外にあると悟り、 今まで以上の力を手にすべく奮起するのだった。そして因縁の相手である地流アラバとの1対1の戦いを制した彼女は迷宮から脱出し、外界へと乗り出していく。アナレート王国第四王子、シュレーン・ザ・ガン・アナレートは転生者であり、前世は山田俊介という少年だった。見知った者がいない未知の世界に放り出された不安に身をよぎらせながら、 赤ん坊からやり直す瞬だったが、その6年後に、貴族社会への顔見せの場でもある、官邸の儀に臨んだ際に、転生前の親友、カルナティア、セリアナバルド、続いて献上された卵から帰った、自流フェールーンとの再会を果たす。転生後のお互いの変化に困惑しながらも、尊敬する兄にして、現有者、ユリウスとの交流もあって、 鍛錬や学びの日々を送るクラスメイトたちだったが、他方で彼らは前世にはないステータスやスキルの存在に不穏なものを感じ取ってもいた。そんな日々を過ごす彼らの前に王国の親善大使として赴任してきたエルフの族長、ポティマスが現れる。そこでポティマスは彼の娘という触れ込みだったが、その実は前世のクラス担任教師の フィリメスハイフェナスのことを転唱者たちに紹介した。官邸の儀から4年後、自身に危ない視線を向ける妹、スーレシアやフィリメスも含め、各国の子女が集う学園に揃って進むことになった、春たちだったが、彼らはそこで、大国、レングザンド帝国の王使ユー使、融合版レングザンドと、次期聖女候補、ユーリーン・ウレンの二人と再会する。一方で、 何かを隠しているにもかかわらず、前世通りのおどけた言動をとって、はぐらかそうとする、フィリメス相手にカティアはどこか不信感を覚えていた。また、宗教に傾倒するユーリや兄に、俗婚の数など旬を取り巻く、人間関係に気を揉みつつ、前世と現世の間の断絶によって変化が生じつつ、あることに気づいていた、カティアだったが、 その傍らで思春期の体を抱える自らが春に向ける感情については未だ無自覚のままだった。学園生活の中で周囲を上回る才覚を発揮する転生者たちだったが、その中で優言は周囲を顧みない増長した行動をとり、やがて春の才能に嫉妬しての暴殺を試みるものの、フィリメスにそれを阻止され、彼女の発揮する未知の力、支配者権限によって、 ほとんどの力を奪われる。が、ユーゴの手の者が用意した上位時流が直後に暴発。自流は、実は、転承先におけるフェイの母親であり、卵の時に奪われた子を取り戻すために、ここまでやってきていたのだ。一同の奮闘によって時流は倒れるものの、母親の首筋に牙を立てたフェイはその苦い味に思うところあったのか 今まで消極的だった巨大化を伴う進化や鍛錬も厭わないようになる。春は自分の知るところと知らないところで前世からの友人知人たちが変わらざるを得なかったということ、命を奪うことにつきまとう怯えを実感するのだった。しかし、おおむね平穏に推移する学園生活とは裏腹に世界情勢は急転の一途をたどっており、 人族と敵対する魔族たちが動き出そうとしていた。魔族の頂点に立つ魔王が、全獣軍からなる軍団長を招集し、戦争の始まりを宣言したのである。こうして、勇者の称号を持つユリウスたちも戦地に赴くことになる。それから、さほどの時を置くことがなく、いつものように学園で講義を聞いていた、春の脳内に、称号、勇者を取得したとのシステムメッセージが流れ、 何の覚悟と猶予も与えられないまま勇者の責務を負うことになったのは転生して15年後のある日のことである。地アラバとの戦いを見据える私だったが、その最中で転生先の親であるマザーが自身に精神支配を行ってきたことに気づく。魂への直接攻撃という奇策によって圧倒的な力の差を覆そうとする私だったが、それは 雲の魔物すべての祖である魔王、アリエルとの敵対と同義だった。快適すなわち死を意味する拉致外の存在を前にして、私は、事前に得ていたスキルや仕込みを駆使して生き延びながら、アリエルの戦力を削っていき、ついにはマザーを倒す。満を持たしてやってきた人里近郊で、転生者の一人、ソフィア・ケレンに出会った、私だったが、生来の人付き合いの苦手な性格と魔物の姿も、 あって、赤ん坊だった彼女の窮地を救うものの、それ以上の接触は行わなかった。くしくも、私は、現地宗教、女神教の教義との一致と、兼ねてから行っていた善行もあって、真珠とみなされ現地民から崇め立て祀られることになってしまう。悪い気がしなかった。私は引き続き事前活動を行うものの、折悪くソフィアの属する国、サリエーラ国は、 敵大国やエルフによる暴力戦の最中だった。人営の首脳たちが私の正体について思案を巡らせ、またそれぞれの目的を持って絵図を描く中、事態を完全に把握していたわけではない。私は戦争の引き金を引いてしまう。私は訪れた戦場で大量の経験値を得るもの,の予想外のアリエルの乱入を受けて最大の危機を迎える。事前の仕込みもあって、 過労受て生還した、私はかねてから目標にしていた、半人半クモの魔物、アラクネへの進化を達成するが、直後ソフィアが危機に陥っていることに気づき、夫より刀で駆けつける。そこでソフィアを殺そうとしていたエルフの族長、ポティマス・ハーイフェナスは、エルフに似つかわしくない機械の体を持っており、この世界屈指の力を持つ、私を指摘こうする戦いを演じた強敵だったが、 今度は敵対から同盟へと私への態度を変化させたアリエルにその場を救われる。双方はわだかまりを捨ててを取り合うのだった。それからアリエルは私と連れ立って本来の目的を達成すべく魔族領へと帰還する旅を始める。ソフィアと彼女の下に唯一残された従者、メラゾフィスをそのままにしてはおけない義教師にや同教のよしみもあり、 二人を加えその足に合わせての旅は緩やかなものだったが、ソフィアたちを間に挟むことで一行の雰囲気は次第に和やかなものへと推移していく。私がアリエルの剣族であるパペット・タラテクトの姉妹たちを人間さながらに改造しているさなか、アリエルたちはサリエーラ国に対する戦争の黒幕であった神淵教々皇。 ダスティンとの非公式での面談を行っていたりと、別れて行動していたが、管理者、キュリエディストディエスから、私のもとに急報が飛び込んでくる。マザーとの戦いで活躍した、私の意識の分身、並列意師が大量の雲の群れを引き連れ、街を襲っているのだという。二つ返事で討伐を引き受けた、私は、自分の意志を無視して暴走する。 並列医師たちに不快なものを感じ、そのことごとく起きって、捨て自体を解決に導くのだった。学園から呼び戻され、王城に戻った、シューンだったが、勇者、ユリウスの死によって動揺した王家では、第一王子、デストンをはじめとする兄弟間の確執が噴出していた。シューンは、内心の怯えを振り払うように鍛錬に没頭しながら、 今回の戦争で防衛戦を担った八つの砦が、たどった外略を追っていく。政女候補だったユーリが、教会に戻り、スカイマの契約を結んだフェイがなぜか卵の状態になってしまうなど、身近な仲間から引き離されての一時を過ごす、春であった。ユリウスの死の天末について春が知るのは、勇者の称号を得てから一ヶ月後、ユリウスの仲間たちの中で唯一生き残った、 ハイリンスク王ートの口を経ってだった。曰くユリウスを殺めたのは存在のすべてが謎に包まれた白い少女であるという。改めて失った存在の大きさに同国する旬であった。以後、ハイリンスは旬の仲間として彼に一貫して同行することになる。しかし、陰謀は旬の気づけない水面下で進んでいた。 春の新入社就任の公式発表を間際に控えた時期にあって、不王、シリウスが、眼前で洗脳された、数の手で暗殺された。同時に、学園での集大によって調落していたかに見えた遊ゴが、謎の少女、ソフィアを連れ添って現れ、一種返しを果たした胸をのたまいながら春のことを、あざけ笑う。逆恨みから、負の感情を高めていた遊ゴは、支配者。 スキル、色欲を手にしており、カティアをはじめとするシュンの身近な存在を洗脳によって、手中に収めていたのだ。立ち裸ったカティアは、前世と現世の狭間での葛藤の果てに自害するが、シュンの手によって蘇生され我に帰る。この場における最大の脅威であるソフィアが乗り気でなかったこともあり、フィリメスの介入や、光流への進化を、果たして飛行能力を得た兵の乱入によって、 シュンたちはその場から逃れることに成功するものの、クーデターの主会という濡れ衣を着せられ一行は、お尋ね者になってしまう。詳しい事情を知るフィリメスが、ステータス以上によって眠っている中、カティアの両親をはじめとする人質の救出に動く、シュンたちだったが、人質がいる王城に現れたのは、兄、ユリウスの死でもあった帝国の魔法使い、ロナント・オロゾイだった。 ロナントの圧倒的な実力によって、接敵前に打ち落とされかねなかった、シュンだが、かろうじて距離を詰め彼に撤退の判断を下させることに成功する。一方、ロナントは弟子であるユリウスの死を痛み、シュンに対して一定の評価を与えながらも、帝国を表向き支配する友子、ではなく、裏で暗躍するソフィアやその上に立つ、ご主人様相手に、警戒の色を濃くしていた。 肝心の王城では、差したる妨害もなく、人質四名が、春たちの到達に合わせて自害するという悪辣な仕掛けが施されているのみだった。カティアに用いたものと同じ、支配者、スキル、慈悲による、死者蘇生によって、彼らを救った春たちだったが、それは、人族社会では忌避される、近畿のレベルアップと引き換えでもあった。それは、 裏側で絵図を描いた何者かの思惑通りでもあったのだが、安堵する春たちにはそれを知るよしもなかった。人質たちと合流し、情報を整理した一行は融合を打つことを第一の目的とし、彼が信仰の対象に定めたエルフの里で先回りして迎撃する方針を定める。エルフの里を目指すにあたって唯一のルートである。 エルロー大迷宮を攻略に向かうシュンたち一行は、人型に変化できるようになった、フェイのお披露目や頑固一徹な迷宮案内人、バスガスとの出会いなどありつつ、順調に迷宮内を踏破していった。しかし、事前に危険性を警告されていた迷宮の魔物、悪夢の残死の群れが、シュンたちの前に現れ、シュンは不用意に彼女たちに話しかけてしまう。彼女たちは、 断片的ながら不吉なメッセージを投げかけてくるのみで、害することはなかったものの、旬の危うさがあらわとなる事件だった。その後、春が迷宮内で前世の夢や、意味深な夢を見ながらも一行は、退化なく、迷宮を脱出し、別大陸の大国、サリエーラ国へとたどり着く。一方、エルフと敵対する管理者側についた転生者の一人、ソフィア・ケレンは、同行者相手に、 余裕尺尺の口を叩きながら帝国軍の行軍に同行していた。隠された定位陣を使って一足先にエルフの里に到着した一行を出迎えたのは、政変の際にソフィアに殺されたはずの族長ポティマスだった。エルフの里で、シュンたちは前世のクラスメイト13人と再会し、休校を温め合うことになる。しかし、クラス委員長だった。 不動殺をはじめとする彼女たちのフィリメスに対する態度は冷たいものだった。彼女たちは幼少期に誘拐や人身売買といった後ろ暗い手段でエルフの里に連れて来られ、待遇もほぼ軟禁状態だったためである。この世界を裏側から支配する管理者にまつわる話を聞き、エルフはそれに対抗しているという構図を先に知った、旬ではあるが、もともと、 ポティマスに対して抱えていた、不信、エルフという種族そのものに対する不快感もあって、フィリメスのことをどうしても信じ切ることができない。フィリメスに真を傾けすぎるなという助言をかけるカティアを傍らに、シュンは二人の共通の親友である笹島京也がどこにいるかも薄々察しつつあるのだった。ソフィアと並び立つ、もう一人の転生者が再会を心待ちにする中、 魔王はそばに佇む、白相手にポティマスの首を取るという悲願を語る。ポティマスも、また、傲願不尊な言葉と共に、彼女たちを叩き潰すことを宣言し、この時の春たちが知るよしもないようの裏側の決戦が幕を開けようとしていた。並列医師の暴走から一年後、まだ幼児であるソフィアも含め、一行は鍛錬を重ねながら魔族領への旅程を進めていく。 風流たちの支配する荒野に通りがかった一行は、人類の愚かさによって崩壊した、旧文明の決戦兵器、G フリートとそれが内蔵する無数の機械兵器群を、偶然から起動させてしまう。隕石を敬引して、星に落着させる、G メテオや起爆したが最後大陸ごと吹き飛ばす威力を、持つ、ジェメ爆弾の脅威が迫る中、アリエルは、窮地の中であり、事態の深刻さを知る。 旧文明の住人でもあった、ダスティンやギュリエディストテイスに協力を呼びかける。家庭で手を取り合えても、最終目的の相違を考えれば五越同州の3、陣営がダサンルキの尽力を行う中で、全ジュニから信頼できない巨悪とみなされている、ポティマスが拠出する戦力と情報を加え、私たちは、ポティマス相手に、不信感を募らせながらも共に G フリート内部へと、突入する。 なんとかジーフリートの無力化に成功し、ついでに恥知らずな裏切りを行ったポティマスのことも無力化し、共闘を経てアリエルとの間に確かな絆を築いた私だったが、起動しようとするジェメ爆弾を突射に取り込んだことで、私は爆弾が内包する莫大なエネルギーを自分のものにすることに成功した。これによって私は休眠期間を経て神へと至る進化、 進化を果たし、姿も完全な人型へと変化を遂げた。なお、この際にことあるごとに、私に対して、スマホ越しに、介入の手を伸ばしてきた管理者、邪神 D から正式に、白織というマナを持って命名される。しかし、システムに依存しない存在になったはいいが、同時にその恩恵も受けられなくなった、オリは、持ち前の強弱体質を抱えながら一行の庇護を受けながら、 魔族領への旅を再開する羽目になった。白織が力を取り戻す糸口さえつかめないままに2年以上が経過し、一行は人族骨格屈の強国、レングザンド帝国領内にして、魔族領との境界地帯にして、天然の要害である魔の山脈のふもとにまでたどり着く。そこに永久冒険者、こ島を含む冒険者たちが得意な進化を遂げたオーガニ 帰り討ちにあったという方が飛び込んでくる。得意王がの正体、それは天生後に手にした、ささやかな幸福をすべて奪われ、憤怒に任せて、行き場のない殺戮を周囲に振りまく天生者、ラースだった。遡れば、迷宮内で、私と遭遇し、彼女の報復によって、立場を失った帝国の召喚師、ブイリムスが、ラースの逆襲によって、魔の三脈で命を落とした。 時同じくして頻発するようになった児童誘拐事件の捜査に帝国軍の精鋭が動き出す。また、当時その場にブイリムスと合わせた縁もあり、現地に訪れた人類最強の魔法使いロナントも得意オーガの討伐に乗り出そうとしていた。そういった個人や組織の事情や得意オーガの危険性は知ってか知らずか、ソフィアがエルフによってあわや拉致されるという危機に陥る。 事態を引き起こしたのは転生者の一人であり、前世ではクラスの担任教師を務めていたフィリメスハイフェナスだった。転生直後から現地の父であるポティマスと交渉し、エルフという種族のバックアップを得ていたフィリメスは幼児期から教え子たちの保護活動を行っていたのだ。同じく実技を兼ねて手元に転生者を確保していた信玄教も転生者に対して 中止の姿勢を崩さない。一行の保護者役であるアリエルがうすうす裏事情を察しながら沈黙を保ち、各陣営がラースをめぐって暗闘を繰り広げる中、一道は山越えを観光する。しかし、登山の最中に白織たち一行は東亜伝や、深言京暗部の攻撃を辛く物がれ、基人へと進化したラースと交戦するはめになった。その上雪山という地形も悪く。 なだれによって分断されるというハップニングに見舞われる一行であった。再度来週してきたラース相手にソフィアは今までの鍛錬もあって1対1で食い下がるも彼女のピンチに合わせてとっさに雲糸を出すことに成功した白折によって救われる。この場は氷河の崩落に一人巻き込まれて戦線からラースが脱落した形となり勝負は辛くも水入りとなった。 晴れで、魔族寮に到着した一行が目の当たりにしたのは、人族と極めて似通った街並みと人々、そして、魔族の重鎮である、辺境伯、アーグナーライセップの出迎えだった。長く続いた戦乱によって減った人口が回復せず、疲弊が激しい魔族という主事態の未来を、アンジエルフとのホットラインも有するアーグナーと、目的のためにあえて憎まれ、役を演じて、 反抗分子を炙り出そうとするアリエルの腹の探り合いが始まる中、白織は魔王城直下の降爵帝定位走の身となりようやく一息つくのだった。恋の項は突起がない限りテレビアニメ版の声優を示す。主人公サイド協力者勇者サイド転生者、信玄教はナレート王国、レングザンド帝国その他、魔物流雲などを筆頭に人族魔族問わず、 被害をもたらすモンスターの総称、いわゆるモブリンなどのアジンも魔物に含まれる。自然発生するわけではなく繁殖活動を行い、生態系を築くなどは、通常の生物に近いが、生存競争をくぐり抜けて、一定のレベルに達した魔物は、進化という現象を経て爆発的に能力を上げていき、その結果、ステータス面で人間を凌駕することになるが、 行為の竜などを除いては知性に乏しく、自意識を持っていてもスキルを自発的に鍛えるという発想を持つ者は皆無に等しいため、災害クラスの魔物を除けば人族や魔族でも立ち打ちできるものになっている。本作の世界感情、人族と魔族の二陣営に分かれた人間種族は一定水準の文明を保ったまま両者が均衡した闘争を行うことが起とされ、魔物は 人類の戦闘力の向上や転生を円滑に行うための一定の間引きを行う潤滑剤としての役割が大きい。また、人類の滅亡自体をシステムは意図していないため、神話クラスなど強さが一定水準に達した魔物は、人類の文化圏を離れた未到地などに今日移すようシステムによってすり込みが行われており、通常であるならば接触の機会を持つこともない。 異世界においてスキルやステータスなどを成り立たせている法則の総称。従来から異世界に存在した通常の物理法則に上乗せする形で邪神 D によって設計されたが、彼女の趣味によって極めてゲーム的な仕様が各所に設けられている。本来なら魔力に複雑な工程を経由させないと発動しない魔法を比較的簡単に扱うことができるよう補助したり、 自重を支えることも怪しい巨大な魔物が自由に動けたりと非常に広域にわたる影響を異世界に対して及ぼしており異世界の住人たちは意識しないままシステムの恩恵を受けて日々の生活を送っているその実態は女神サリエルをシステムの核とし彼女の自由を奪うことで構築された星の再生システム現世人類が浪費したことで 崩壊寸前になった星の MA エネルギーを人類の魂から補填することが目的である。本来ならば原生人類が転生するたびに蓄積されるはずのエネルギーを魂から回収するため人類を二陣営に分けその間に戦乱を煽り続ける。スキルはこのエネルギー回収を円滑にするために作成されたものでスキル消去や転生する際にはスキルとして積み上げた。 分の MA エネルギーがシステムに回収される。ちなみに、本来の魂は緩やかに輪廻に乗るはずだが、システムの影響下にある魂は、非常に短いスパンで繰り返させられ、また、スキルという余剰物を後付けした上に、死のどに引き剥がされる。そのため、システム稼働から長い時間を経った作中の、開始年代では、システムによる酷使から、 もはや転生することもできないほど疲弊して、崩壊の瀬戸際にある魂が多く発生している。スキルステータス向上や魔法の使用、特定の属性攻撃の強化をもたらすなど様々な効果を持つ。種類は多岐にわたるが戦闘に役立つものしか存在せず、現実のネットゲームでいうところの生産系スキルは存在しないが、 主人公の蜘蛛糸や独合性などのように戦闘用に生成されたものが、結果的に戦闘以外に利用されることはある。多くの場合では特定の行動や訓練を繰り返すことで、また精神系スキルの場合は、様々な感情や思考を体験することによって、獲得した熟練度が一定の値に達した際に取得、もしくはスキルレベルが上昇していく。 スキルポイントを消費することでも獲得できる。スキルレベルは一部例外を除いて、最高は10。カンストすると、より上位のスキルがあればそのスキルに進化されるほか、カンストが条件となる派生スキルを取得する。また、消防などにより同じ系統のスキルを新たに取得した場合、より上位のスキルの方に統合される。異世界の文明を成り立たせている存在だが、 性質ゆえに一人が持てるスキルには限界がある。上層階級は体系的なスキルの知識を有しており、効率的に市場を育成している。なお、転生者が認識するスキル名や魔法名のほぼすべてが漢字による熟語表記に統一されている。支配者、スキル以下は本編開始時点から最新時点における支配者スキル所持者及びその推移であるが、 ウェブ版と書籍版で所持者が異なるため一覧として表記する。主人公は進化に伴いシステムの影響から外れ、彼女が所持していた支配者スキルは全て空位となっている。魔法称号特定の行動を取ることによってシステムから付与される故障。上実の支配者スキルを含めて特定のスキルを取得した場合にも付与される。称号一つにつき二つのスキルが獲得したものに、 与えられるほか、種類によっては、スキルとは別に、ステータス補正などの効果を持っている。なお、スキルと異なり称号は、状態的に発動するため、意識的に保有者が効果をオフにすることはできない。カカシアサヒロしによる漫画が、ヤングウェイスアップにて2015年12月22日から、連載開始。私、視点を中心に描く形となっており、その他の視点は、 単行本で書き下ろされる。また、グラタントリによるスピンオフ漫画、雲ですが何か、雲54姉妹の日常が同志にて2019年7月18日から連載開始。主人公を含めた並列意志が4体に分裂してしまったというイフストーリーなのだが、本編と違って敵であるキャラたちをも巻き込んだ完全なギャグストーリーとなっている。ウェブ版。 書籍版をベースとした漫画版、アニメ館の総違点を列挙する。2021年1月から7月まで ATX 他にて連続にクールで放送された。当初は2020年内の放送を予定していたが、新型コロナウイルスによる制作への影響を受けて、翌年からの放送となった。また、最終回となる第24話は、 最速放送予定日の前日となる6月24日に放送延期が発表され、約1週間遅れで別枠での放送となった。シナリオは書籍版をベースに再構成されたものになっており、具体的には作中で発生したイベントが統廃合されているなど、一部キャラクターの登場のタイミングが異なっている。ありがとうございます。